米大リーグドジャース、レッツ16日米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャースタジアム。写真、ちょっとエラ張ってる、大谷翔平ボブルヘッド、ドジャース大谷翔平投手、29、が16日、日本時間17日、午前11時10分開始予定。本拠レッズ戦に、2番、DH で先発出場する。この日は、大谷翔平ボブルヘッドデイ、で、 開門2時間以上前から長蛇の列が形成された先着4万人に配布されそのうちランダムに1700個が敵地仕様のグレーユニフォームのスーパーレア仕様となっているボブルヘッド人形の配布日はチケット代が高く設定されることが多く開幕前の時点で最も安い席でも121ドル約1万8800円だったそれがこの日までに上昇し 専門情報サイト、ドジャースメーションによると19、191ドル、約29,700円にまで高騰したという。